イントロクイズのスピリットオンミュージック。この番組はイントロクイズサークルオンタマがメンバー共通の趣味であるアニメソングの成分少し多めで、好きな曲やコンテンツの話、さらにはクイズの時に考えていることなどのトークを通して、皆さんと一緒にクイズの世界を盛り上げようと奮闘していく番組です。事前に一つのトークテーマを決めてトークを始めますが、最終的な展開は撮ってみるまで分かりません。今回参加するメンバーは安尾とソキウスです。今回はこの2人でお送りします。では今回のトークテーマに入っていきますが、なんだかんだでマイクールやっていて、扱うものとしては今回9回目になるんですかね。このトークテーマでやっていきたいと思います。今回のトークテーマは2023年春クールのアニソン振り返りの回です。9回目で扱うクールとしては実は10クール目の今回の振り返り。じゃあまあいつも通り安尾くんに何か聞いていこうかなと思うんですけど、はい、まあ前回最後にいくつか挙げてはいましたが、まあそれじゃなくてもそれであってもいいけれども、コンクール主題歌中心にこうバーっと眺めていって、ああこれ良かったなみたいなのを教えてもらいたいんだけど、何が上がるかな、コンクール2023春。そうですね、この春結構自分の環境変わったりしてあまりこうアニメに触れることができなかったりはしたんですけれども、その見てみるとこれまでもそうだったとは思うんですけど、なんかいわゆる J-POP シーンとかそういうところで活躍してた人の流入がすごいなっていうふうに思ってて、まあそうだね、今期に限らずといえば限らずだけども、まあここ数年の潮流としてそういうところはあるよね。特にびっくりしたのが菅氏香さんのハチミツとか。はいはいはい。しかもタイアップ先も異世界でチート能力を手にした俺は現実世界をも無双するっていう。そうだね、いわゆるナロー系の、はいはい、アニメで菅氏香を使うんだみたいな確かにね、作品の系統というかジャンルと菅氏香っていう取り合わせにびっくりしたところは否めない、うん、で、まあ、そこにもびっくりしましたし、でも曲自体もやっぱりでも菅氏香さんでしたね、しっかり。なんかこうなんだろう、すごい一つのその音に対して言葉を詰めるようになったなっていう、入りのところとかもそんな気がしたんですけど、菅氏香さん追ってきたわけじゃないので何ともなんですが、こんなだったかなっていうこんなだったかなか。まあ私も菅氏香さんの楽曲を追っているかと言われたらまあ違うとは思うんですけど、でもなんて言えばいいのかな、菅氏香さんのイメージっていうパブリックイメージみたいなものがあるとしたら、それが存分に出てるというか、確かに口はあ菅氏香だっていう、そう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 。他にも聞いてみようかな、なんか他にも作品あげるとしたら。結構声優系楽曲を聴いてきてる自分としては好きだったのが、くまくまくまペアパンチのオープニングの脇あずみさんの君との未来ですかね。まあ数年前に作品あってしばらくぶりの2期みたいな感じでしたけど、作品自体は。そうですね、シンプルにその聴き心地のいい感じの、なんか好きだなって思うような感じだったんですけど、曲をフルで聴いた時に最後の方に1期もその脇あずみさんがオープニングいつかの記憶っていう曲をやってたと思うんですけど、はい、その要素を最後にこう盛り込んでくんの、そういうのを僕大好きなんですよ。それすごくわかるわ。私こういう手法のこと勝手に本家撮りって呼んでるんですけど、でもなんか言い得て妙な感じしますね。全然作品違うけど、私そのタイプの楽曲でパッて思い出たのは、蝶々さんがスターログの楽曲の一部分を使った劇場版フェイトの主題歌カレイドスコープ、どちらも同じシリーズだし。あー確かに、そのプリズマエリアの、そうそうそう、同じ作品の一期の時の主題歌をちょっとだけ自分で入れてみたいな感じの曲もあったんで、なんかそういうタイプは私も好きだな。そうですね、これまでその人の曲を聴いてきた人は分かるっていうような特別感みたいなのもちょっとあっていいなと思いました、この君との未来の楽曲は。なんて言えばいいかな、いかにもこのオープニングっぽい始まるぞっていう感じ、
曲調のその分かりやすさみたいなところはすごく感じたかな、聞いてて。個人的には結構エンディングが、おっちょっと待ってって感じだったかな、ちょっとびっくりしたというか。あー、確かにエンディングも息と同じ主人公の演じてらっしゃる川瀬真希さんが。そうだね、今回エンディングずっとって曲なんですけど、こっちも割と定番チックなのかなと思って聞き始めたら、なんだろう、ちょっと裏切られたというか、展開的に。キャラ名義の楽曲っていうスタートで聞き始めていくんだけど、それが曲終盤になるにつれボーカルが歌い上げる感じになっていくところかな、うん、っていうのがあったから、オープニングもまあまあ好きだったけど、エンディングの方がちょっと印象に残ってるとこあるな。あ、もう少し聞いてみようかな。そうですね、まあ前回触れたので、やっぱり可愛すぎクライシスのエンディングにニャンボリーデモフィーを。ああ、はいはいはい、そうですね、前回の最後にも触れましたけれど、ダイアローグコンクールもタイアップ主題歌ありまして、そのエンディングダイアローグニャンボリーデモフィーでしたが、いやもうなんでしょうね、すごい、これは褒めてる意味で言うんですけど、なんかこう意味でバカになれていいですね何それは、どの点を持って、なんだろう、そのライブとかで聞いたらもう何も考えずに盛り上がれそうな感じしません？なんかまあこれちょっとせっかくなんで一緒に私もそこに乗っかろうかなと思うんですけど、まあ可愛すぎクライシスっていう作品が、可愛いペットのお話が、まあ猫を中心にっていうのがこの作品の主題であって、でそれに対してオープニングとエンディング両方に共通してることっていう話で言うのであれば、この作品の設定として宇宙人が地球に来るみたいなところから始まってるんで、割とそのオープニングもエンディングも可愛いっていう要素に、その宇宙スペーシーな要素っていうのがかなりの配分で混入してるというか、混ざってるというか、うんうんうん、その意味で言うならば、まあ、オープニングは後で話そうと思いますが、エンディングのダイアログで言うならば、前回の最後に言いましたが、猫ハッカートラックメーカーユニット猫ハッカーが参加していて、その点ではちょっといわゆるクラブミュージック的なアプローチが、まあ、シンセとかいろいろ使えばそのスペーシーな雰囲気でみたいな出すんであれば、そういうのができるっていうところで、あ、可愛さに掛け合わせてきてるなっていうのはよく分かったというか。いやもう前回がパスカで確かっていう曲からもうなんか150度ぐらい変わって当然こういうタイアップがついてるからっていうのもありますけど、だからその温度差にまずびっくりして、あてか温度差みたいな話をするのであれば、まあ、この総決算シリーズを収録しているタイミングがクール末に配信予定の回なので、その少し前、1ヶ月前とかに撮らなきゃならないっていう事情があるっていうのがどうしてもあるんですけど、そのせいで最近のダイアログのリリースペースと根本的に噛み合わないんですよね、どうしてもね。そうですね、確かに。でそうなると全クールかすかや確かもう、あの前回を収録した段階ではまだ CD 発売されてなくて、カップリングとかの情報も分かってなかったんですよね。そうですね。で収録をしばらく経ってから情報出て曲聴いたカップリングまるっと自分時代、これも温度差すごくなかった？すごいですね。しかもアハモのタイアップまでついてるんですけど。そうだね、曲簡単に紹介するんであれば、もう冒頭から変拍子を駆使してるんだけど、そのままなんかすごい変則チックに行くのかと思ったら、サビが割とアイドルポップス感に戻るって言ったら変ですけど、そういう感じが混ざったっていうか、うん、温度差っていう点をそのまま使うんであれば、これもまさしく温度差でびっくりさせられた曲、全クールの回に載せられなかったので言えばっていうのはあったかも。ちょっとニャンポリデモヒーからも外れるけど、もう何でもやるな、何でも表現していくなと。その意味では今回の収録段階でもニャンポリデモヒーの CD まだ発売されてないので、カップリングを聞いてない状態で臨んでるんですけど、今回のカップリング何組んだっていうのは、まあこの段階で期待しているというか。そうですね、じゃあまず速にはいろいろと曲聴いていきたいんですが、私もせっかくなんでそのまま可愛すぎクライシスのオープニングの話をしたいなと思うんですけど、はい、オープニングは超学生さんのスペースキャットビッグバンって楽曲なんですけど、あんまり私その超学生さんのことそこまで知らなかったので、過去の曲はこういうのなんだって聞いてみたら、割と普段はがなり声を特徴とされる歌い手の方なのかなっていうので活動されてるらしくて、うん、でそれが今回どういう楽曲なんだと思って聞いてみたら、
やっぱりそこはさっき言った通りスペーシーな要素っていうのが絡んでて、ちょっとがなりっぽくはないけども、まあ、少しその要素もありつつみたいな、歌詞の言葉遣いがそういうのをちょっと踏襲したりして、そこのギャップも面白かったっていうのはあったし、しかもこの楽曲制作者の中に久保田慎吾さん、栗原悟さんっていう、以前キョンさんが確か本日の一曲でパーフェクトブルー紹介したジャジンパンクのメンバーが楽曲制作してるんですね。もうすごいなんか J-POP の文脈でしか見なかったジャジンパンクという名前をここで見るとは。とだね、最近だとジャジンパンクは、あ、ウブラブとかやってたね、確か久保田さんが。そうですかね、なにわ男子の、うん、あとは家入レオさん、もし君を許せたらとか、あの辺をやってるっていうイメージが私にはあるんだけど、そのジャジンパークが関わってるアニソンか、しかもコンクール、同じクールに須田恵那さんのメロのアレンジ、実は久保田さんを担当してたりして、うん、そういう意味では事前情報多少あったエンディングダイアログ以上のインパクトが私にはあったなっていうのがありました。そうだな、今回もまあ前回のクールよりかは主題歌の候補曲数少ないですが、その中でうわどれにしようかな、どれにしようかなって、だいたい130曲ぐらいあるのかな、コンクール。それでいろいろ悩んだんですけど、どうにか30曲ぐらいに絞って、そっからまた12、3曲ぐらいに絞った感じでやってきたんですけど、今回も、はい、せっかくなんでこのままいくつか紹介したいのは、まあ強いて今期の中で私の中の一番好きを挙げるのであれば、私のユリはお仕事ですのオープニング、小倉優衣さんの秘密メロディーかな、しいて一番をつけるのであれば。おお、その心を聞いてもよろしいですか。ちょっとここをびっくりっていうポイントがあったんで、それ言いたいんですけど、まずこの楽曲、滝沢俊介さんが楽曲制作中心やっていて、滝沢俊介さんっていうとどの文脈で説明してもいいんですけど、私が以前紹介した文脈で言うのであれば、声優歌手の牧野由さんの楽曲を担当されることが割と多い方なんですね。で、もともとピアノをやってらっしゃったというのもあって、ピアノが特徴的な楽曲が多いというか、担当された楽曲に。で、そこに結構複雑な響きが乗っかってくるっていうタイプの楽曲を、まあ、だけじゃないんですけど、そういうのが多いかなっていう私は印象、個人的にあるので、今回もその文脈で語れる秘密メロディーいいなっていうのがあったし、特にサビ入るところの転調のところかな、そのコード使うんかいみたいな感じのところの心地よさっていうのもすごいあったし、もちろんその響きの面で語ってもいいんですけど、個人的にはやっぱポイントだったのは、小倉さんがメインボーカル以外にボーカルを重ねてたところ、ウィスパーな感じでコーラスでセルフで、あそこがすごい個人的に刺さって、複雑な響きにウィスパー成分って私が好きな要素がちょっとこうモリモリになってる感じが、どうしても好きっていう感じで言うとこれ上げざるを得ないかなっていうのはありましたね。で、もう一個同じような感じでこれは好きと言わざるを得ないっていうのがあったのは、山田くんとレベル999の恋をするエンディング、清瀬隆二さんのトリックアート。はい、好きですこれ。まあそうなんです、はい好きです。清瀬隆二さん、以前私が本日の曲で清瀬隆二25っていうアイドルを引き連れた時の楽曲を本日の曲で紹介したり、あと小林渡さんとの文脈で紹介したりもしたんですけど、よくよく考えてみたら、清瀬隆二さんがこの名義でアニメタイアップやるの今回が初めてだってことに気づいて。確かに楽曲提供はいっぱいあったんですけど、これまでにもインタビュー読んだんですけど、本人曰く、なんか歌詞の指定はあったけどサウンド面の指定はなかったっていうことらしいんですけど、どうやら先方からは。でもその中に今回アレンジャーとして私の好きな林部智則さんって方が参加してるんですけど、プラスティックスクイーズボックスのこの方と一緒に作ったビッグバンド的なジャズテイストのサウンドにフリッパーズギター的な渋谷系の要素が加わるっていう、本当に私にとってはもう好きかける好きでしかない要素が加わってて、これはやっぱりどうしても好きにならざるを得ない、さっきの小倉優衣さんとともに。そういう意味でちょっとこの楽曲あげたかったですね。他にもいろいろと言いたいところあるんですけどね、あえて漢字を載せない清瀬優衣さんの歌い方とか、うん、まあ他もいろいろあげたいんですが、ちょっとこれは作品的に特徴的だからあげざるを得なかったっていうのが、魔法少女マジカルデストロイヤーズの一軍、うん、
オープニングあいみさんのマジカルデストロイヤー、まさかの、私そこまでこのジャンルに明るくないんで簡単に言ってしまいますけど、タンクとかミクスチャー系統のレジェンドって言われているマッドカプセルマーケットの元をやってた上田武さんが楽曲制作かなり携わってるあいみさんのサウンドで、ま、作品自体にパンク的な要素がそもそもあるっていうのが大きいですが、アニメ作品の主題歌でがっつりとこの辺のジャンルに取り組んだものってあまり見たことがないなっていうのが驚きとしてやっぱりあって、でこんなになんかパンクっぽい曲やったと思ったらライクールどうやらキュート系の楽曲やるらしいって、あいみさんの振れ幅がよくわからないっていう、何でもできますね本当に。で特にちょっと今回言及したかったのはエンディング、ザ・サーティーストレイラーゴスペリオン・イン・ナ・クラシック・クラブ。おお、はい、橋場銀さんのソロプロジェクトなんですけど、橋場銀さんっていう名前やそく知ってる？私は初めましてですね。これ言うともしかしたらアニメソング好きな方はあれかってなると思うんですけど、この方この名義じゃって銀っていう名義でポプテピピックの作品の劇版とか楽曲やってるんですよ。あ、なるほど。ポッピーパピーデーとかあの辺、あの銀さんですか？どうやらそうらしいですね。へえ。でそれがまあなんか本人のインタビュー読む限りでは、今までこう J-POP 的なシーンに割と職業作家的な感じで参加してたけども、ちょっとやっぱり自分のやりたいことを出す場としてこのソロプロジェクト始めたみたいなことをおっしゃってて、でそのやってることがノスタルジックでドリーミーな感じの曲調にちょっとノイズを乗せるみたいな感じのこの表現の仕方、ちょっとなんか現実っぽくない表現っていうか、うん、まあある種イフだよねオタクの。それをオープニングでああいう表現したと思ったらエンディングはもうちょっと反現実みたいな感じの、そう J-POP のある種の反発みたいなそのやり方と私の好みが結構かぶさったなっていうところがあって、この楽曲も好きですね。とまあ私もいろいろと紹介した曲まだあるんですが、まだまだ安尾くんにも聞いてみたいなってことで安尾くんにもう一回振ってみたいんだけど、どうだろう、他に安岡あげるとしたら。そうですね、まあトライセールもあるのでカレーワンタンに触れておきたいと思います、はい、そうですね、異世界ワンタンキルネさんのオープニングでした。これまあもうライブ映えるよなだよね、なんかある種ライブ映え特化というか、こう愛の手だったりとか、そうそうそう、なんならもうオープニングもちょっと踊ってるような、そうだね。でまあ、エンディングの無給プラトニックもなかなかいいなと思ってて、うん、どの辺が安尾くん好きだった感じかな。自分あんまり聞かないですけど、なんかこう女編の怪しい感じ、はいはいはい、何の音なのかな、そのなんか結構低めの音が入るところがあると思うんですよ。だからそういうところがすごいなんか頭に残って、あ確かに頭に残りやすさっていうのはこの楽曲高かったのでわかる、うん、まあなんでこんな頭に残ってるんだろうなっていうぐらいな感じなんですけど、あしかもこのバリスも VTuber ですかね、バーチャルシンガーのユニットで、まあ、私個人的にその新世界レコードというレーベルは俺様の2人がレーベルとして所属してたっていうのもあって、ちょっとなんとなく認識度合いは強いというか、まあ、この辺にカフさんとかあの辺が関わってる、そうですよね、しかもこれも作詞ポンさんですもんね。そうだね、そうそうそう、まあ、これに限らずですけど結構 VTuber が歌うっていうケースも結構増えてきているなと思うので、うんうん、こんなに頭に残るような曲があるっていうことは他にももっと自分が触れられてないいい曲があるのではっていうような、新規開拓したくなるようなちょっときっかけでしたね。うん、まあライクールもいわゆるバーチャル YouTuber の方の歌手活動してる時の楽曲みたいなのは何曲かあったりするし、うん、他はどうだろう、なんか聞いてみたいな。そうですね、結構まあ好きっていうところではエドマイエルフの遅延ロマンスとかですかね。あーそうか、私もここは挙げてましたね、候補に入れてました。安尾くん的にはどの辺が良かった？やっぱり和が好きなんですよ。はい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 、この楽曲作詞作曲がワヌカさんって、文字通り名前の通り和のサウンドを結構入れてくることが特徴で、それにアレンジの100回音さん、まあ、ずっと前の楽曲とかもやってらっしゃる方が乗っかってきてみたいなところだね。
七尾あかりさんもこれまでいろいろこうアニメの曲をやられてきたんだとは思うんですけど、うんうん、そうだね。でそこで聴いてくる中で、あ、和が乗っかってきたよと。まあリズム下支えするものがあるから結構乗りやすいっていうのもあるしね。うん、そうですね。エドマイエルフはね、私もオープニングエンディング情報を入れてましたね。あ、そうですね。踊る光もなかなかリラックスして聴ける。そうそう、前回の最後に私ちょっと挙げましたが、なんだろうね、コーディ・リーの楽曲の結構大きなところに生活感みたいなのがよく見えてくるというか。ああ、確かにそのエドマイエルフも結構地元密着というか、うん、月島のっていう舞台作品ですけど、そういうところだとめちゃくちゃ合ってますよね。この生活感、日常の温度感が私はすごい好きだな。うん、このエドマイエルフ自体が日常とか生活感があるんだけど、設定にエルフが入り込んでる、その微妙な非日常感って私はすごい好みなので、どうしてもその作品補正が若干入っているところもある。じゃあ安尾くんも他になんかまだ挙げてない作品今のうち言っておきたいのあればもう少し聞いてみようかな。あ、そうですね、あとは事情知らない転校生がグイグイ来るのエンディングの方ですかね。心ね、心ね、これはね、なかなか私も上位ですね。やっぱピアノ好きなんだなって思いました。うん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 。コミ様コミショですね、光のうちとかもありましたけど。はい、ありましたね。しかも、なんかこう、音の高さというか、うん。好きな感じの高さなんですよ、この心の。好きな感じの高さ。光のうちはもうちょっと、なんでしょう、高いというか、明るいイメージがあったんですけど。うんうん、わかるわかる。心の絵ってちょっとなんか闇感じません？わかるな。なんかそういうのが好きなんですよ。心の絵のなんだろう、サビあたりのっていうのかな。ちょっと言語が難しいんですけど。この心の絵担当してる一人の楽曲で割と多くアレンジに入っているのが網森翔平さんっていう、まあ強いて言語化するのであれば現代音楽的な音楽をよくやられる方がアレンジに携わってて、私もパターミュージックって曲すごい好きなんですけど、怪しい感じというか、なんか耳に一瞬残るあれみたいなところは、なんかそういうところがあるのかなって私はちょっと勝手に思ったな、聞いてて。うん。まあいろんな曲他にも聞いてみたいですが、私もまあ少しあと何曲か行って、そろそろ時間もみたいなところがあるので、いくつか行っていきたいんですけど、まず挙げときたかったのは、まほよめシーズン2の楽曲両方かな。あ、フライングドッグの。まあ、これも前回最後言いましたが、フライングドッグの文脈で、オープニング、純奈さんのディア、エンディング、エータさんの無伴奏なんですけど、私としては、一作目の方のヒア、純奈さんのヒアの楽曲と比較するのであれば、今回は作品が少し話が進んだっていうのもあって、心境的なこの広がりみたいなのを感じたと言えばいいのかな、ちょっと抽象的な表現ですけど、うん、割とヒアはなんかソリッドな印象を私は持ったので、入りもそうですか、たった一つたった一つのみたいな、なんかそれと比べるのであれば、はいはいはい、今回のディアは割と広がりを感じたというか、なんか和らいだと言えばいいのかな、まあ、広がりって意味だと、まあ、その主人公の世界の広がりというか、そう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 、でそんな感じでエンディングも好きだったし、あとはやっぱこの素晴らしい世界に爆炎を両方良かったんですけど、特にエンディングかな。あ、ジャンピング、なんかチル感がすごいですよね。これもね、正直音楽に驚いてマジで、っていうのもこれまでのこのスマシリーズ1期2期エンディングだけの話をするのであれば、ハンバートハンバートっていうユニットが関わったんですね、どちらとも。あ、まあ、ハンバートハンバート本当に簡単に説明してしまうのであれば、サウンドの特徴が割とオーガニック的なサウンドといえばいいのかな。まあもちろん細かく見れば解像度を高めればいろいろ違うんですけど、そんな感じのサウンドがまあこれまでの1期2期のエンディングに共通している雰囲気かなっていうのがあったんですけど、今回はイエイエさんっていうシンガーソングライターの方が制作に携わってて、個人的にウォンクとかジンジャールートとかっていうとこと関わりが、あ、全然これまで名前存じ上げなかったんですけど、今回で名前知って、あ、これ聞いてみようってすごく高まってるというか、個人的にも、うん、なんか最初この時
あれこれ本人名義の曲なのか、特に豊崎さんのっていう印象を抱いて。確かになんか分かりますね。そう言われて自分もあーってなりました今。ちょっと抜いた感じと言えばいいのかな、力を入れすぎない感じ、脱力して、うんうん、そうそうそう。インタビュー読んだらどうやら豊崎さん指示でキャラ入れすぎなくていいって言われてたらしいんですけど、どうしてもキャラが入っちゃったみたいなことなんか語ってらっしゃって、あ、確かにその微妙な塩梅わかるわって思って聞いてて、キャラ入れすぎてないけどどうしても入ってるっていうこの感じ。うん、ぜひエンディングアニメーションとともに聞いていただきたいなって感じだな私は。あ、確かにあれさらに良さを増幅させてる感じしますね。そうでしょ、わかるでしょ。わかります、すごい。もちろんまちこさんのオープニングステイフリーも個人的に好きな作家さんで水口博士さんが参加していて、ちょっとこれまでと違う駆け上がらない感じのこのスバのオープニングっていうのもいいななんていうところも言及したかったり、うん、あとはもともと私が挙げたところで好きなところでっていうと、マッシュルのエンディング、フィロソフィーのダンス、シュークリームファンク。いやもうオープニング合わせてすごい、なんて言うんだろう、これも正直頭空っぽにしてこうなんか音というか曲に溺れたい感じがするオープニングエンディングだと思います。もともと彼女たちが言っていたファンクっていう大きなキーワードを指されてるけど、でも作品、ただこの作品すごいなと思ったのは、元の曲の振り付け普通に入れてんのね、エンディング映像に。へえ。エンディング映像キャラ踊ってるじゃないですか、あれ元曲の振りなんですよ、入ってんの。あ、フィロノスの方が元祖なんですね、あれ。そうそうそう、今回のために作った楽曲でその振り付けをアニメ本編が採用したっていう。すごいなんか恋ダンスのような。そうそう、なんもう本当いい関係がこんな形でできているっていう。へえ。あとはちょっともうスパスパ言う感じになっちゃいますかね、君は放課後インソムニアオープニング、愛子さんいつ会えたら。あ、いいですね、もうザ愛子が。そう、このね、なんていうのかな、読み応えのある物語読み終えた感じぐらいのスッと入ってくるっていうか、うん、割と曲構造ははっきりしたものなんだけど、ちょっとマンネリしないようなワンコーラス目とツーコーラス目でメロディー違ったりみたいなところもあるところとか、それとちょっと対比させるのであれば、彼女が公爵邸に行った理由エンディング、セラさんのオールウェイズ&フォーエバー、さすがに壮大すぎませんかという、うん、確かにあれテレビサイズでも十分壮大なんですけど、フルで聞くと落ちサビのところなんか超大作映画のエンディングかみたいな、4時間くらいある。なんかすごいタイタニックを思いましたね。そう、なんかすごいそれはわかる4時間くらいある映画の最後にかかるレベルの楽器の音の壮大さというか重厚さというか、びっくりしちゃって聞いてて、マイハートウィルゴーンかと思うぐらいそのレベルだよねあね、この調子でね、いくらでも上げてしまえば上げれるんですが、それこそ逃走中グレートミッションファナのランナーウェイワールドの話とかもしたいんですけど、すごいですよ、もうこんだけ出てるのにすごい話題になったアイドル出てないんですよ。それですね私それ最後にちょっと素敵に言おうかなと思ったんですけど私の中でもアイドルは結構上位だったのでトップ15ぐらいで入れてたんですけど、こんだけいろいろ話題に出しておきながらですよ、こんだけ多いっていうのもありますけど。そっか、アイドルどうだったよ。もうだからこれ語る語彙がないっていうかあ、そういうことなんかすごいや、わかるんですよ。うん、しかもその歌詞の内容だったりっていうのもなんかすごい作品の世界観もめちゃくちゃ表してるなっていうのもわかるんですけど。そうだね、ただもっとこれをその詳細に見ていくための語彙力だったりっていうのが多分ない、今の自分にないっていう風に。確かにあの楽曲はまあ多分世の中にもうすでにいろいろなレビューとかいっぱい出てると思うので、本当にそういうところを知りたい方はそちらを見ていただければ早いんですが、まあ私が分かるレベルでの文脈での話だとしても、ちょっとその過剰なアニソンチックな文脈とかもあるし、最近の K-POP 的な文脈もなんか入ってきてるし、ラップアップなんだけどみたいなところの文脈もあったりするしみたいな、でそこに物語に、まさに安岡が言ってくれたけど、物語に合わせてちょっとアイドルのコールレスポンス的なものも入ってるしみたいな、
心情の移り変えたのもあったりとかして、やっべえと思って最初聞いた時、そう、語るべきことと語りたいことが多すぎるというか、まだね他にもいろいろ語りたい曲あるんですが、まあ、それはなんか本日の一曲とかで、特にファナのラナーワールドとかの話はどっかでしたいんで、まあ、今回は時間ないんでちょっとその辺は置いときましょうってことにしときます。今回はだいぶ長く喋ってしまったので、なんでまあやっぱり最後にライクールの話もちょっとして終わりたいなっていう感じなんですけど、どうだろう、ライクールの話、安尾くん今回なんかすでに知ってるものってあったりする？まあ、そうですね、まず彼女お借りしますの新シリーズがあって、まあ、そこにミュージックレイのはるかさんですね。そうですね。しかもペギスの北澤優穂さんが、今回もそのグラデーションでかなぶんとやってますけども、はい、その北澤優穂さん提供の楽曲でオープニングをやるっていう風に聞いてて、まずそれがちょっと楽しみだなっていう。割とライクールの続編ものも結構一期とか前作品から引き続きっていうパターンがまあまあ多かったな、印象としては。その続くものっていうのもありますし、まだ詳細に情報はないんですけど、スマイルプリンセス、プラオレッカに出たユニットなんですけど、ありましたね。それがライアーライアーですかね、のエンディングをスマイルプリンセスがやると。確かにね、マジかって思ったけど、まあしかも背後にモナカがついているので。そうですね。いや、どういうので来るんだろうなっていうふうにちょっと思ってますね。続きものっていうところで私が挙げときたいのは、まあこれは一期の時も特にこの二人がかなり注目してた作品で、死神坊ちゃんと黒メイドの続編がライクールあるんですけど。 ありますね。やっぱり一期の曲たちがすごく良かったので、ちょっと二期も期待しちゃうなっていうのもあります。個人的にはエンディング、私が以前の回で挙げた那須尾さんが担当されることになって、しかも那須尾さんライクールダブルタイプなんですよね。聖者無双の作品のオープニングで、しかも兄様にも参戦が決定しましたし。そうですね、アニメロサマーライブなんかすごいというかトントン来てるなっていうのを、前回那須尾さんの紹介した時に思ってもみなかったレベルでの躍進っていうか凄さなので。で、同じく続きものだと、これは私がひたすらフライングドッグの文脈で言っていたシュガーアップルフェアリーテイル、今度は遠山奈緒さんがエンディングですね。で、オープニングがオーディションでこの楽曲でフライングドッグからのデビューをする中島玲さんがサプライズって楽曲でオープニング担当するんですけど、またフライングドッグが新しい物語を始めてきたなっていう。あと続きものでびっくりしたのは、正宗くんのリベンジャーあるかな、オープニング大橋彩香さん、プリーズプリーズ。作詞作曲されてるのが金田岡島さんっていう三浦大知さんのエキサイトとかやった方ですね。あとは K-POP 的に BTS とかその辺の TWICE とかの楽曲もちょっとやってる方なんですけど、その方が大橋彩香さんの楽曲を担当するらしくて、ほんといろいろやりますね。で、一応一作目がまあまあ前になりますが、わがままミラーハートっていう楽曲があってのこれなので、どんな楽曲なのかなっていうのをちょっと期待はしてますね。あとなんかクリエイター目線で言うと、好きな子がメガネを忘れた、はいはいはい、オープニングが今回いわゆるネット界隈の代替として活動されてたつづりさんっていう方のようなのです。レコニーナと堀江翔太っていう、なんかそうらしいですね。見ましたあ、この組み合わせは確かなかったこともなかったような気がするんですけど、確かにそれはびっくりしました。そこなんだ。まあそれで言うなら、私勝手にペンギンリサーチっていうバンドの文脈へつなげちゃいますけど、物語の続編のやつがオープニングもエンディングも神田ジョンさん入っているっていう。神田ジョンさん入ってるんですか。で、エンディングは以前も紹介したアルバムウェイバーの大木康介神田ジョンのゴールデンコンビ、田所敦さんが歌うプライベートルームっていう。いやー、最近このコンビ多いですね。なかなかやっぱりライクルームも結構気になる情報は入ってますね。私は笹野真理さんの楽曲好きなんで、白聖女と黒牧師エンディングとコシエスターもちょっと気になってますし、堀宮の続編も思いの丈がやるとか、いろいろと気になる情報はちょこちょこありますが、そうなんですよ、思いの丈って思いましたもん。とここはまたライクル楽しみなものが増えたなっていう感じがありますね。というわけで、また短い時間でバッと詰め込んで話していきましたが、
まあ、次回は予定としては9月末頃ですかね、2023年夏アニソンの回をまた撮れたらなと思っています。そしてこちらも毎回恒例ですが、 Spotify の方に今期の主題歌のまとめのプレイリストを作成しているので、そちらの方も合わせて聞いていただけると幸いです。そちらの方概要欄とかポッドキャストのキャプションとかにリンク貼ってあるので、そちらの方から行ってみてください。というわけで、いつものコーナーに参りたいと思います。この番組では毎回最後に1分以内で今紹介したい曲を持ち回りで語ってもらっています。今日は安尾くん、よろしくお願いします。はい、それでは準備大丈夫でしょうか。やります。それでは行きます。今回私が紹介したい楽曲はレスカでひよこの歌です。このレスカ、東京セブンスシスターズのユニットの一つなんですけれども、今日の一曲のコーナーではミツバチっていう楽曲、田淵智也さんの文脈で紹介したと思うんですけれども、実はですね、このミツバチのカップリングがひよこの歌ということになってます。で、曲調自体もかなり自分の好みの楽曲ではあったんですけども、この曲はその曲全体のストーリーに注目して聴いてもらいたいなと思ってます。まあ、内容的には一人の OL が一歩踏み出そうとしているような姿が、まあ、その全体を通して描かれているんですけれども、どこかこう社会人として去っていく自分と重なるような場面があったりして、そういうところで共感ができる楽曲だなと思ってます。で、やっぱりそのレスカのライブに行ったことがきっかけで、このひよこの歌ハマったこともあったので、ちょっと紹介したいなと思って持ってきました。ぜひ聴いてみてください。おお、以前紹介したミツバチのカップリングですか。そうですね、レスカのライブに行く機会がありまして、でそれきっかけでミツバチ以外の楽曲も聴いてはいたんですけども、その中でめちゃくちゃいい曲やんっていうのを。おお、そう、安尾くんが以前ねミツバチ紹介してくれたから、とりあえずミツバチもなんとなく聴いてみて、おこんな感じの楽曲かっていうのは私にもあったんですが、社会人、なるほどね、そういう感じの楽曲なのね。このユニットが女子高生のアイドルなんですけど、うん、そうだね、ここに出てくるのは20代の OL なんですよね。まあそうだよね、ちょっと設定的に言うのであれば。しかも歌詞の中でも20代はもうすぐ終わるみたいな感じの歌詞も出てきますし、こういう内容の曲をこの子たちが歌うのかっていうギャップもあり、というわけで今回は以前紹介したミツバチと投資でも聴いていただきたいレスカ、東京セブンスシスターズの楽曲でした。ではエンディングです。この番組は水曜日と土曜日で新しいエピソードを YouTube、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast で配信しています。概要欄にはその回で話題に上がった曲の中で Spotify で解禁しているものをまとめたリストへのリンクを貼っています。そして各種ポッドキャスト媒体ではその回に関する簡単な振り返りや参考にした資料などを掲載しています。また YouTube や Twitter でのハッシュタグスピリットンミュージックなどで皆様のコメントをお待ちしています。最後に、もしこの番組が面白いなと思ってくださいましたら、 YouTube のチャンネル登録や高評価ボタン、 Twitter のフォロー、サブスクリプション登録などしていただけると幸いです。それではまた次回お会いしましょう。